高校は正直なかったですね。走り込みでめちゃくちゃきつくてですね、ウェイトはあんまりできなかったんですけど、でも全くもうタンパク質をたくさん取るとか、もうそういう知識がなくてですね、まあ、今のはいろんな情報も、すぐ入ってきますし、まあ、今の選手は羨ましいなと思いますね。技術的な部分を、まあ、そうちっちゃい頃からやってるとですね、急激に伸びるっていうのはあんまりないと思うんですけど、まあ、体を変えることによって急激にブレが変わるっていうのはあると思うので、うん、特に高校生大学生ぐらいの伸び盛りの年齢だと、うん、さらに筋肉は多分つきやすいと思うので、まあ、やった方がいいんじゃないかなと思います。はい、そうですね、今はやっぱり走れなくなったら終わりだと思うので、うん、ランニングは、常に走れるように、まあ、毎日やってます。はい、もう本当これからが体に気をつけていかないとですね、ダメな、ね、年齢にもなってきたので、しっかりトライさせてもらって頑張りたいなと思ってます。まあ、特にその若い選手っていうのは、うん、筋肉とかそういうのもすごいつきやすい時期だと思うので、しっかり自分を追い込んで栄養をしっかりとってもらって、まあ、サプリもそうですし、まあ、一日一日を無駄にせずに頑張ってほしいなと思います。